藤原秀明です。旅先で入る温泉もいいですが、町の銭湯も期待を裏切りません。銀座の一角に佇む銭湯、銀座湯。時折ふらっと立ち寄って汗を流します。少々、いや、かなり熱めの湯。隣を見ると、真っ赤な顔をした親父さんが、今日ちょっとぬるいね。きっと江戸っ子なんでしょうね。さっぱりした後飲むビールは喉越し爽快。ああ、生きててよかった。そんな心地よさをあなたにお届けしたい。藤原秀明でした。ロズウェル UFO 墜落事件、それは当時の新聞にもはっきりと記載されている。1947年、アメリカ・ニューメキシコ州ロズウェルで、陸軍航空部隊が空飛ぶ円盤を捕まえたと、一面トップに書かれているのだ。これから流れる映像をよく見てください。ほうれん草に真っ赤なトマト。緑黄色野菜はやっぱり健康に欠かせませんよね。ここであなたに質問です。人参は何本ありましたか？そうそう、3本でしたね。わからなかった人。脳は筋肉と同じで、放っておくとどんどんダメになっていくんです。そこで大脳アドベンチャーは、そんなあなたの能力アップを提案。大脳生理学研究の最先端を行く学者たちが完全監修のクイズ。学校の成績アップ、老化防止、会社の業績アップ。このクイズをやるだけであなたの脳は活性化します。日本の重要無形民族文化財の青森ねぶた。情熱的な羽とたちと幻想的に浮き上がるねぶたが、青森の夏の夜を彩ります。青森市の秋元康生さんは、そのねぶたのデザインを考え、中心となって作り上げるねぶた師です。あの本格ロバタ天正閣が新装オープン。うまい新鮮のネタが産地直送。個室で2人仲良く、気の合う仲間で思う存分飲んで食べてください。期間中生ビールが100円。天正閣。深夜のバー、カウンターには酔っ払いが1人。そこへペットの犬を連れたマダムが1人。こんなところに豚連れてくんだ。まあ、なんてこと言うの、失礼な。このジェニファーちゃんは血統書付きのワンちゃんざます。だからそのワンちゃんに言ってんだよ。